そう、私は父にものすごくコンプレックス持ってたんだけど、油絵も父は描いてたのね。それで、で、私は音楽はもうそれこそ和音が何だかわからないし、学校の音楽の時間にその和音を当てるテストなんかあって全然わからないわけ。そうすると他のピアノ習ってる子や何かはすぐもう涼しい顔で答えてる。もう音楽がある時は学校行きたくない。で、行きたくないと思うと本当に熱が出たり頭痛くなったり、で、そういうこともあったりして、病気と一緒になっちゃって随分休んだんだけど、だからそのくらいに音楽苦手だったのね。で、父は苦もなくこれ見て自分がこう弾いてるようにやってみろとかね、それから音をどうやって合わせるかっていうと、これでって言って、基本の音、モデル笛、それでこれで音を合わせればピアノがなくてもちゃんとした音が出せるし、で、楽譜見れば弾けるしっていうのを聞いてると、もうそんな分かりもしないのに何をそんな自分が分かるからって言って、こっちにも分かれなんて無理だと思うし、それから絵を描くのがまたすっごくコンプレックスがあって、絵日記なんてもう1日描くのも嫌で、もう8月今頃になったらもうほとんど泣きながら開いてまた閉じるみたいなね。で、書いてみな、皆さんほら、こんなに白いままでどうするんだ、出さないわけにいかないだろうって言われても、もう上は白いまま、下は日付と天気だけ。で、こういうふうに書けばいいって言って、別の画用紙にサラサラっとトウモロコシなんか書いちゃって、こういうふうに書けばいいんだ、そんなことを言ったってトウモロコシの形にならない。もう線一本引くのが怖くて嫌なわけよね。で、もう嫌だ嫌だ、書けない書けないって言うと、自分がこんなに書けるのになんで書けないって、書けないから書けないのにって言葉にできないから、もうただ泣いて嫌がって、だから多分出さなかったんじゃないかなと思うんだけど、でその挙句に父が言うには、自分は誰にも教えてもらっていない、本を読んでやり方を覚えて自分でやってる、自分でやりたいことは人に聞かなくても本さえ見ればできる。そんな本見ないと、もう子供の間はもうずっともうそういうコンプレックスが抜けなくて、だからそんなこと軽々と言っちゃえる父親って、本当にその何て言うのかしら、子供の心を自分では気がつかないで押さえつけてるんじゃないかなっていうようなことを、子供心にね、ものすごく恨めしかったのね。何にもできないお父さんなら私もう少しできたかもしれないのに、なんか嫌だな嫌だな、なんかっていう、こう頭の上からこうなんかかぶさってるような、押し付けられてるような、だからいろんな科学的な言葉や何か教えられるのは嬉しかったけど、そういうこう芸術的なことでそらすぐできるとかね、簡単じゃないかって言われるのが
本当にもうコンプレックスの源だったんだけども、だけども聞くのとか見るのとか嫌いにならなくて済んだのが、これまたどうしてかしらと思うんだけど、だから自分ができなくても聞くのは楽しいとかね、聞いてれば気分がいいなとか、聞いてれば自分ができない嫌な気分は忘れられる、そうだ、人に演奏してもらってそれ聞いてればいいんだっていうようなね、なんかそんな自分で何もかもできなくたっていいっていう、そういうようなこうコンプレックスは片方で膨らみつつも、できないことはできなくたって構わない、なんていうのかしら、人に聞かせるためにレコードでも何でも世の中にはあるわけだし、演奏会だってあるんだし、それを楽しめればいいんだしって、まあ、子供心にその仕分けというか、ごちごちにならずに済んだということはありますよね。